もうすぐ焼けます。あ、はい、すごいですよね。キャップテントなくてもそういうグランピングできるとこあったりするわけですね。ここでバーベキューで、この上に網を引いて、すごいおしゃれな。これがアメリカの、そうアメリカ製です。これですか。はい、ちょっと、はい、あ、いいですね。あ、木の香りが非常になんかベッドと泊まれるのが大きいな。この木が、照明が丸太な感じとかが変わらない。あー、ポイントなんですね、そこはね。でもちゃんとあの暖房というかあるんですね。暖房はちゃんとつけてますですかね。要はもうそのお風呂というか、まあここでキャンプされる方がそうシャワー浴びたりとか。そう、これ24時間浴びてる。これで一家族用。ああ、ここはキャンプできる場所ってことですね。ここはテント張って、ここで車を止めて、あははははそこでテントを張るので少し広いサイズ。これ肉を焼くやつですよ。バーベキューグリル。わ、すっごい大きな肉を焼いたりとか。これは調理器具とか置いてあるし、これは3部屋に分かれる。あ、そうそうそう。これは土足じゃない。これ、はい、ちょっとお邪魔します。シャワー。あ、でもいいですね。なんかこれも普通に、これもすごこれがなんか、まあ、やっとお邪魔します。よいしょ。お開放感があります。で、これでそこで、先開けてもらえばトイレとシャワーが。おー、わ、すごいアメリカンな。カ
感じ。で、横にシャワねえ、楽しいっすね。ちょっとなんかジムみたいな、トレーニング。だからホテルこうスリルも一応ありながら。ほんで、そう。牛肉と豚肉のですね、ラム肉とかのもあるんですけど、一番万人受けするというかね、一般的なベーシックな感じでいきます。うちのは、じいさんがこのタレ考えたんだけど、昭和30年からずっと変わらんタレじゃないですか。ラム肉がないよ、ラム肉じゃなくてもいけるよっていうのが、まあ、どうしてもなんかみんな焼肉行っちゃうから。そうです。ジンギスカンでも豚と牛が美味しいよという、豚に合うよっていう、豚と牛が美味しい。こういう焼肉を提供してるのってもうかなり長い。長い。それはもうおじいさんとしてそれこそ昭和30年代から、ずっとじいさんもジンギスカン農園みたいなのを岡山空港の辺でしてて、でその後その観光農園今やめて、おじいさんも亡くなったから、でそこでうちがおかんが引き継いでタレを引き継いで、であとは僕が引き継いでタレ、豚はもうすぐ焼けます。はい、はい、じゃあ豚からいただきますね。新しいタレの方から。いただきまーす。うまっ。でも食べやすいですね。食べやすい。この豚肉もすごい柔らかくて。もう豚のサツキが入ってるのか。選ぶ。なんか口の中にそんなに思った以上に脂身が残らなくて、豚意外とそうね。OX って豚。
あ、すごいずっしり。お、あ、肉を食ってる感が。寝かしたやつですかね。いい色したね。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。